別居ししてててたたんだだかかららら親父ののの遺産はは俺のももの妹夫婦には一円もやらねえからなちょっとやめてよ。何言ってるのよ。お父さんはまだ生きてるのよ。不謹慎なこと言わないで。あのな、こういう話は当人がいるうちに決めないと、後から揉めるなんて勘弁だよ。遺産のことはお父さんが遺言書を書くって言ってたわ。だから、私たちが話すことなんてないのよ。 そんなことより、お父さんが早く元気になることを願うべきでしょ綺麗事ばっかり言うよな。現実を見ろ。現実的な話として、遺産は俺のもの。いいじゃん。めちゃくちゃのことばっかり言って。ところで、夢には別件の話があるんだよ。え俺たち夫婦で事業を始めたことは知ってるだろうん。その事業で、新しく離島に高級老人ホームを作る計画があるんだよ。 国の協力も得るから、今のうちに投資したら株価が上がって大儲けできるぞ。一口、一万円からできるから、百値くらい投資しろよ。百万円なんて大金だよ信用できないお兄ちゃんに、その大事なお金を投資なんて、絶対にしないからお前は相変わらずバカだな。その百万が十倍にも百倍にもなるっていうのに。考え直すんなら今だぞ。うん家にパンフレット置いておくから、後で見てみろよ。 いい。信用できないから。あっそう。じゃあもうお前に話すことはないわ。親父になんかあったら言って。そん時行くから。病院にお見舞いは来ないのえなんでなんでって、お父さんが心配じゃないのあのさ、俺、今新規事業の立ち上げでめちゃくちゃ忙しいの。同居して親父とお袋の面倒を見てきたの俺なんだから。入院してる時くらいお前が面倒を見ろよ。 お前も親父の子供だろそ、それはそうだけど。じゃあ、いざって時の連絡よろしく。ゆめ、今日もお見舞いありがとうね。お父さん、すごく喜んでたからね。ねえ、お父さん、もうダメなのもう手術できないって言ってたけど、あの病院は信用できるのかな思った以上に、癌の転移が早くて、 もう手の施しようがないのよ。先生からお話聞いたけど、やっぱり私納得できないよ。セカンドオピニオンしない他の病院ならお父さんのがんも治してくれる先生いるんじゃない夢。お父さん、自分の体のことはよくわかってるって言うのよ。私も最後に無理してほしくないって気持ちがあるのよ。お母さん。だから、残された今の時間を、 穏やかに過ごさせてあげたいの、分かってね。分かった。でも、諦めたわけじゃないからね。手術できなくても、お薬で癌が,が良くなることもあるんでしょ奇跡が起こった人だって、世界中に何人もいるじゃない。だから私、絶対に諦めないし、お見舞いも毎日行くよ。夢。お兄ちゃんも、同じ気持ちでいてくれたら、お父さんは嬉しかったよね。あんな自己中で、自分のことしか考えないクズだけど、 お見舞いくらいは来るって、信じてたのに。サトルとユメのことは、同じくらい大事に育てたの。だけど、サトルの欲求は強くて、自分だけ得したいって思う人間になってしまった。私の育て方、どこか、間違ってたのかしら。生まれつき自己中なんだよお母さんたちのせいじゃないってお父さんもそのことだけが心配だって。サトルのお嫁さんも似たもの夫婦で、 サトルにそっくりな価値観で、夢にひどいことをしないか、この先のことすごく心配してる。お兄ちゃん、何考えてるかわからないから私も怖いよ。心配しないで。お父さん、どんなことがあっても必ず子供たちを守るって言ってるの。万が一の時にって、正式な遺言書も渡されたわ。お父さん、病気で辛いのに、どこまでも子供のことを考えてくれて。 何も心配しないで。あとはお父さんと神様にお任せしましょう。私たちができることは、できるだけお父さんに笑顔を見せること。そして、祈ることだけよ。うん、わかった。葬式お疲れやっと片付いたな。お父さんの遺言を無視して勝手に相続するなんて、ひどすぎるよ こっちは入院中からいろいろ手を回してたんだよ。手続きは終わったんだ。終わったことにガタガタ抜かすな。こんなんじゃお父さんも浮かばれないよ。下手に闘病長引かせて無駄な入院費かからなくて助かったよな。親父もそう思ってあっという間に言ってくれたのか何はともあれ、すべて片付いたんだ。ということで、お袋よろしく。はぁ、あ、正気バーバアの世話する必要なくなったから。 あきれて何も言えないわ。親父の遺産は手に入ったし、母さんとの同居は解消する。お前が長女として、あのババアを最後まで面倒見ろ。後悔しないでね。しねえよ、ポーケー。専業主婦で親父に養われてのう,のうと生きてきたババアに使いみちゃねえよ。消費期限の過ぎた年寄りのことはお前に任せるわ。ひど実の母親に向かってよくもそんなこと言えるね。 実の息子だからこそ本音で語り合ってんだろじゃあ頼んだぞ。家と遺産のことは俺に任せろ。わかった。ゆめ大変だ頭のおかしい奴らが俺の家よ朝っぱらから何なの俺だって知らねえよ朝いきなり知らない男たちがやってきて、この家をぶっ壊すから出て行けとか無茶苦茶なこと言うんだよやべえだろ お前、今から帰って来いよこの頭おかしい奴らと話ししろよなんで私があんたの家なんでしょあんたが話せばいいでしょ怖えーから嫌だよお前もこの家の長女だろ話聞く義務があるだろ私にとって頭おかしいやばい奴ってのはあんただよは親の遺言を無視して、母親を追い出して、遺産を独り占めしようとする。それでピンチになると妹に対応しろって。 誰が見ても頭おかしいのはあんたでしょうが。お前、敬うべき存在の兄貴に向かってよくも。先に生まれただけで尊敬も何もできない人間に変異なんて必要ないわ。そんなに遺産をもらえなかったことが悔しいのかよ。だったら少し分けてやるから。だから今すぐ来てくれよ。お前、自分の実家がなくなってもいいのかうん。だってお母さんが決めたことだから。はその家を売ったのはお母さんだよ。な、なんだって 遺産の全て俺が相続したはずだ。うん、そうだね。でも実家は別だよ。だってその家、お母さん名義だもん。はお父さんが生前にお母さん名義に変えてたんだよ。強欲なあんたを心配して、お母さんの住む場所がなくならないように。なんて白状な奴なんだ。もういい。こんなボロや、どうせいつかリフォームが必要なんだ。だったらこんな家捨てて、新しい家を買ってやる。 親父の遺産でな、好きにすればいいじゃない。その代わり、身内を見捨てたこと、絶対に忘れないからな。この先どんなにお前らが困っても、絶対に見捨ててやるからな。分かった。じゃあね。ゆめ<ー>今度は一体何なのよ。なんでしつこく連絡してくるのお前、お前。 親父の借金のこと知ってたのかえ今度は別の知らない男たちが来て、借金返せってしかもその借金は、俺がお前に勧めたあの投資だって言うじゃないかなんでお前に話した投資を親父が手を出してるんだよああ、家に置いてあったパンフレット、お父さんが一時帰宅した際に見てたわよ。あんたの怪しい投資だから手を出すなって言ったのに、お父さんたら、 最後の最後まであんたを信用してたのね。そんな、くっそ親父のバカ野郎俺の財産になる金をくっそでも、お前に持ってきた話で親父が失敗した、これはお前の責任になるよな。だから、親父の借金はお前が払え遺産は全てあんたが相続したんでしょ借金も遺産だって知らないのえもう手続き全部終わったんでしょ手は出せないんでしょ じゃあどうしようもないわね。さくっさくっさ親父のやつ、最後になんでこんな投資詐欺なんか引っかかるんだよえ詐欺なのその投資ってあんたの新事業なんでしょいや、俺も実は雇われのみで投資先を集める係で。やっぱりまともな投資話じゃなかったんだね。親父に聞かせるつもりはなかったんだよ俺は夢だけに持ちかけたわけで。 お父さんの遺産も全部相続して、あげくに私のお金まで奪おうとするなんて。その上お母さんまで追い出して。どこまで腐ってるのよ。うーん、ご、ごめん。俺が悪かったよ。謝るから助けてくれよ。遺産以上に借金があって、結局マイナス一千万くらいになるらしいんだ。こんな金、俺たちじゃとても払えないんだよ。こんなことになったのは自分がしたことの報いが返ってきただけのことでしょ お父さんの思いを最後まで裏切って、自分ばかり得しようとしたその報いがね。遺言無視したらいけないよな。俺が間違ってた。遺言通りにするよ。お前にも借金義務を分けてやるよ。残念だったね。私もお母さんももう遺産放棄手続きしたよ。そんであんたが正式に相続した。これ、もう変えられないから。げイそんなまさかお前、このまま本当に家族を見捨てるのか 助けてくれないのか家族を見捨てたのはあんたでしょお母さんのことまで追い出して。し、仕方ないだろ。役立たずのバーバアなんだから。お母さんは役立たずなんかじゃないわよ。私、お小遣いもらってるから。えあの何もできないバーバアがどっか雇ってくれるパートでもあったのかよ。ううん。会社を作ったのよ。会社知らないと思うけど。 お母さんの料理や掃除の仕方を SNS にアップしたら人気爆発でね。その認知度を活用して家政婦会社を作って大成功してるんだよ。ま、マジかよパパ、うんじゃなかった。母さんがそんなことにだったら母さんに俺を助けるよ頼んでくれてか、母さんに代われ話すことはないって。助けることもしないって。はな、あ、んでだよ家族だろ息子だろ身内を見捨てたこと。 絶対に忘れないって。この先どんなにあんたが困っても、絶対に見捨ててやるって。あれこれ、あんたが私たちに言ったセリフのまんまだね。いやーなんでそんな言葉言ったんだよ、俺は悪かったってば、謝るから助けてってば無理。自分がしたことが返ってきてるだけでしょだったら自分でなんとかしな。じゃあさようなら。永遠に。 その後、家を追い出され、借金1000万を背負うことになった兄夫婦。母に泣きつこうとするも、ブロックされてるため、頼ることはできません。もちろん、私もブロックしています。今頃、路頭に迷っていることでしょう。家族を捨てた人が、どうなろうと知ったことじゃないので。思っていた形とは違うとは思いますが、父は、約束通り、私たちのことを考えてくれたんだと思います。兄夫婦もこれを機会に配信し、まともな人間になることを、 陰ながら祈ります。